い、じゃあ今日もねサクッとスパチャ読みをさせていただいて終わろうと思いますので、よろしくお願いします。はい、マリアンのドフォドフォドフォドド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 可愛すぎてドキドキしちゃった君たち。サイコロリ成分多めで助かった。そうでしょ、助かるだろうなと思ってやって差し上げました。恥ずかしくないの？恥ずかしいって気持ちよさそうにロールプレイしてたね。あの、なんか俯瞰の目線で見るのやめてもらっていいですか。最後の方自分でもきついって思ってたんじゃないの。マリの魂の叫びが出てたもんね。もう誰か殺してって、もう止めて誰か殺してって魂が叫び出していたんだよな。One for all plus Bri Maguel さん、ありがとうございます。スプートニックさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。いやもうね、 いつも恩返ししてもらっているっていう気持ちですけどもね、こちらもなんか新曲サプライズなどで少しでも楽しいお誕生日になったでしょうか。良い一年をお過ごしください。死神が来てあんなに助かったと思ったことはない。なんでかな、何助かったのかな。まるで早く終わってほしかったみたいじゃないか。変態調教サイドン仮面さん、ありがとうございます。ホロライブ誰がおすすめなのって聞いたらあなたの名前を言われたので、アーカイブ見たらめっちゃ面白かったんで、これから押してもいいっすか。ありがとうございます。ナイス布教、助かります、ありがとうございます。こうしてね、布教してくれて、切り抜きとかね、布教とかのおかげで船長のところにもね、新規の方がきっと増えているんでしょうねと思って、いつもね切り抜きしてくれたり、あの布教してくれる皆さん、どうもありがとうございます。かおりありがとう。ちょっとあれ外していい、あれをちょっとヘッドホン外したわ。今回のアイドル、今回のライブは本当にすごかった。まさにアイドルで、あ、私アイドルと結婚してたんだとしみじみ思いました。ありがとうございます。いやー、結婚してないと思うけど結婚してないと思うけど、どうもありがとうございます。船長のアイドル的一面もね、いっぱいいっぱい愛してください。今日のサイコロリからロリから入る人もいるのかな。やばいっちゃうな、ちょっとサイコロリに需要を感じてさ、サイコロリに需要を感じて、なんだろう、登録されてもマリー普段は成熟しているからな、ロリじゃないんだよな、申し訳ないんだけれども。ふだゆたぬきさん、どうもありがとうございます。そうなんですよ、そう、誰もがね、ユニゾンかアホイ、まあ大方みんなアホイ歌うだろうなって思ってるだろうし、やっぱみんな船長にはアホイを求めてるだろうなって自分でもちょっと分かっちゃってて、ちょっとねしんどかった、違う歌を歌うの。でも船長もやっぱいろんなオリ曲作っていくから、これから他のオリ曲歌っても、ああこれも大好きなんだよねって喜んでもらえるようになりたいし、アホイはみんなが好きで知ってる曲だと思うから、やっぱり忘れず常にちょくちょく歌っていきたいなって思います。ジムキチ三平さん、ありがとうございます。ヨホホヘイも愛らしい振り付けも良かった、ありがとうございます。
辛い中くじけずによく頑張ってくれましたね。うーん、ありがとう、お腹鳴った。ありがとう、嬉しいです。うん、まあ君たちがいてくれるから、君たちが待っててくれるからね、また頑張ろうって思いました。船長がいない間に君たちがもうね、船長のことを忘れちゃっていたら、まあもういいや、もう誰もいないし、もう戻らなくてもいいかってなったかも。君たちが待っててくれるからまた頑張ろうって思います。ありがとう。出航歯医者さん、ありがとうございます。船長のブーブクッションさん、ありがとうございます。筋トレが終わってもムラムラが止まりません。ムラムラを止めるために自分の胸を揉んでも船長の胸とお尻の弾力にはかなわないでしょう。一体どうすればいいでしょうか。うん、そうですね、胸を揉んでもさ気持ちくないんじゃない。もっと気持ちいいところをもっと気持ちいいことをしたらいいんじゃない。船長はそう思うよ。え、毛玉さん、ありがとうございます。あやよよさん、どうもありがとうございます。メス一味同士でお尻のサイズをメジャーで測り合って、私がヒップ96センチでした。おお、でかいね君のヒップ。やるじゃん、お尻選手権優勝していこうな。なあ、うん、ひでえ赤スパだと思ったら回答の方がひでえや。よくわかんない。うん、わかんないけど、もしかしてもっと気持ちいいことがあるのかもねっていう話じゃん。知らないよ船長は。はい。船長の方が大きいでしょうか。船長のお尻のサイズ、測ったりしないからちょっとわかんないな。どうだろう、でも負けないぞ。毛玉さん、ありがとうございます。のどりーさん、どうもありがとうございます。のどりーさん、めちゃめちゃほぼほぼ上限じゃん。どうもありがとうございます。応援どうもありがとうございました。じゃあ、赤文字のコメント、もしかして君だったのかもしれませんね。ありがとう。うんうん、4月のお披露目も楽しみにしてる。ありがとうございます。でもね、そうですね、結構一つの大きな集大成的なものができたなって思います。船長も今回の楽曲でもね、船長ね、すっごい鬱な時とかにね、よく考えてたの。すっごい鬱で、もう逃げたい、辛い、消えたいって思ったりした時に、いや、この曲を出すまではまだ死ねないと思ってやってきたんだけど、でもそしたら、ね、マネージャーとかが、これが出ちゃったら、マリンさんが、生きる希望を失いそうで怖いっつって、船長にいろいろね、それ以降の予定も詰め込んでくれました。そうだね、船長だから、これを出してもまだ出したいものちゃんといっぱい残ってるので、これからもね、どんどん出したいものを残し続けて、これだけは絶対出すって思いながら頑張って生き残っていきたいと思います。君たちも船長が燃え尽きないように、ずっと船長の心を燃やしてね。船長をずっとドキドキさせてくれる？お願いしますよ。ありがとうございます。最低だけど、斉藤さん、どうもありがとうございます。こういうお祭りが終わって寂しくて、現実に帰って頑張れるような言葉を。そうですよね、なんか祭りの後って虚無感すごくて、やっぱ抜け殻のようになってしまいますよね。いや、でも船長はお祭りが終わってもこうやって毎日かわかんないけどね、ちょく配信で、うん、君たちが来てくれるのを待ってるから、君たちは船長にさ、会えるから、現実でも。まだ未来にはいろんなもの、船長まだほらね、4月にはお披露目もしたいし、お披露目ライブもしたいし、お誕生日のグッズとかもいっぱい考えてるし、新曲もまた出したいし、なんだっけ、ソロライブもやりたいし、ファンミーティング、おしゃべりイベントもやりたいから、まだまだ君たちとは、君たちもね、現実に帰って、お祭りが終わってもいっぱいイベントは続くから、ずっと船長のことを見ててね。
なんて言ってみる。悲しいさんどうもありがとうございます。うん、あ、今日誕生日、みそじの第一歩踏み出してました。人生の先輩である船長から何か一言言わいただければ幸いです。船長はみそじになっていませんので、みそじを踏み出した君よりは後輩になってしまうので、偉そうに講釈を垂れるというのは非常にはばかられるんですが、あえて言うとしたらば、そうですね、みそじになるとね、どんな人間でも非常に衰えが発生してくるとはよく聞きますので、まあマリンはまだまだみそじには遠いので一向に衰えを感じないところではあるんですが、君もいずれはね衰え感じるでしょうというね、未来があるでしょうから、今のうちから運動したり健康に気を使ったり食事に気を使ったりして、この30歳という曲がり角を曲がった後のケアをまだ成り立てピチピチのうちにしておくというのが大事なんじゃないでしょうか。ターンオーバーの力が弱まってからケアをし始めても遅いからね、早めの何事も早め早めです。そしてちょっと待ってね、生々しくて泣けてきた。泣かないで、悲しいことなんて何もないから、幸せなことじゃないですか、年を重ねていけるなんて。みそじ記念ライブやる？やらないだろう。宝生マリみそじ記念昭和歌枠縛り。うん、ローパーありがとうございます。先日のライブが過ぎて私も興奮冷めやらぬ状態です。ムラムラが収まりません。お願いです。けだものになる前に進化したマリンの清水で私を清めてください。えあ、ムラムラが収まらないか。いいじゃん、けだものになっちゃえばいいじゃん。船長はムラムラが収まらないときは無性の権化と化して身を任せるよ、ムラムラに。君もさ、身を任せてしまえばいいんじゃない？総務課おつぐちさんありがとうございます。サイコロリ船長大好き一味としては天国のような配信でした。めっちゃ可愛い、ありがとう。サイコロリ船長を救おうとして拒絶されて無残な姿で発見されたい人生だった。ほーら、いるんですよこういう人が、いるんだよこういうのがよ。需要は確かにあったということですよ、君たち。謝罪してください。圧倒的に溢れていたこの需要に対して、謝罪してもらってもいいですか？ダーさんありがとうございます。明治1年どうもありがとう。マリオブザイヤー2021っていけそうですか？今ね、確認中です。今やっぱ権利確認とかね、いっぱいあるのでね、なかなかフローが長くて、大変お待たせしてますが、ちょっと待っててください。マネージャーも忙しいからなかなかね、進まず。まあ、待っていてください。ありがとう。ひろひろありがとうございます。あ、この1月から2週間に1通くらいのペースでファンレター送ってるから、もしかしたら一気に届くも。へぇー！少しでも船長の力になるといいな。船長単押し。船長大好き。まあ、君ー。から来たらきっと、あ、でも君はいつも今までも今も押してくれてるから本当に大丈夫だなって思えるかもね。ファンレターな、見るとね、ファンレター見るとね、なんか、あー、船長本当に頑張れてるとか考えちゃう。うん、考えちゃう。でもまめにありがとうございます。船長のためにありがとう。へこむんか、へこむ。いつもめっちゃ多いの、頑張ってる船長が大好きですっていうファンレター。好きなところいろいろいつもみんなあげてくれるけどね、エッチなところとか可愛いところとかね、なんか気配りができるとかいろいろ書いてあるけど、頑張ってるとこが大好きって本当によく見る。頑張ってるかな船長、不安だわ。
逆にプレッシャーになる、プレッシャーになるし、頑張ってる。だっていっぱい休んでるし。馬さんありがとうございます。強くなった時の爽快感気持ちいいね。気持ちいい。ぜひ次は死神討伐頑張ってください。死神を討伐しようと思いましたらば、お金集めてある程度パッシブでつけておかないといけないかもしれませんね。ありがとうございます。コルト PP 一味さんありがとうございます。パーカープラスキャップ装備で全力で応援させていただきましたが、少しは伝わりましたでしょうか。伝わりましたよ。なんかやっぱああいう場でパーカーとか帽子つけてたら、すぐにあ、一味だって分かって、すっごい嬉しかった。すごい嬉しい。興奮しちゃった。この人船長のこと好きなんだって思うとドキドキしちゃうよね。はい、ありがとうございます。カードセブスありがとうございます。マリン船長のせいでムラムラしまくったので、この後ベッドに行って150人子作りするぞ。マリン死ぬ死ぬ。殺される。君もそもそもさ、150人も作れるほどできんのかっていう話なんだけど、マリンの前に君がね。ありがとうございます。ビューさんありがとうございます。終盤のサイコロリはしんどすぎて地獄でしたね。いや、助かるって言ってたやついたからな。助かってんだよ。新曲ループしてます。新曲ね、リリース楽しみに待っててくださいね。自画像が載ってるパンフレットも心待ちにしてます。買った？楽しみにしててね。はい。あ、そういえばね、ホロライブのウェハースが出たじゃないですか。ウェハースについてるカードの裏面にね、手書きのね、プロフィールがね、載ってるからね。なんかカードみたいな、そういう、絵柄はそんな集めてないよって言う人でも、船長の手書きプロフィールには興味があるかもしれないから、ぜひね、興味ある方は、見てみてください。ビューさん、最後指導もありがとう。ソロライブも本当楽しみしてる。ありがとうございます。船長も楽しみです。君たちに。ソロライブお見せできるのが。頑張ります。これからも。ドクターマスターさんもありがとうございます。船長がいるなら私たち応援する。ありがとう。いつも応援の声届いてます。君、ものすごいポイポイスパチャ投げてたからな。リオンさん、ありがとうございます。そして、定食、4月に定食。いつだか船長が配信で、未来予知で27歳が天気だとおっしゃっていましたが、自分もそうなれるように頑張りますので、どうか応援してもらえると嬉しいです。いやー、27、まだまだここからというところですね。27歳といえば、人生経験もなかなかに豊富に積んできて、経験を生かして、バリバリ活躍するチャンスの年まである。頑張ってください。応援してますね。坂塗さんありがとうございます。なんだかんだ普通の配信が一番好き。ありがとうございます。でもライブも見たい。ライブもね、見せたい。船長も声なんかすごい綺麗になってきたし、いやマジでさ、本気でさ、今までとは、今までの治った感とは格の違う治った感を感じる。まあでも多分今ね、結節これなくなってるんじゃないかなって船長は思う。マジでかすれない。本当にかすれなくなったんだけど、でも多分無理するとね、再発するんだよね。船長ね、言われたの、医者に。まだ言ってないんだけど、治る前の時に言われて、これは治っても多分すぐ再発するって言われたから、ちょっと次はできないように、無理しない範囲でやりたいと思ってます。あ、そういえば明日の配信なんだけど、明日ね、ちょっとね、できるか怪しい。ちょっと出かけてしまうので、明日できるかちょっと怪しめ。できるとしてもちょっと遅めかなって感じで、ちょっとわかんない。
できるか不明。明後日はちょっと収録ががっつりあって、ちょっとできるか怪しい。でし明後日は会見フレンズのラフトの予定で、そっからだからホラゲーやりたかったんだけど、チラズアートの新作やりたいんだけど、まあ、ちょっと間が空いちゃうかもしんないけど、やるからさ、君たち船長がやると思って待っててね。マホイップさんありがとうございます。はいはいサイコロリで奥様属性までついたら最高なのでは。船長と結婚してサイコロリ嫁いいわかんない性癖だけど、まあ、君がいいって言うならいいんじゃないでしょうか。はい、明日はあるかないか不明、明後日はおそらく厳しいって感じ。し明後日はある、その次もやりたいっていうか、そこまで2日できなかったら絶対やるって感じ。エラパスの本体さんありがとうございます。船長にちょくちょく変態スパチャしてしまう、誠にごめんなさい。いいんですよ、船長に理解できる変態レベルだったら共感してあげるし、理解不能な下劇もスパチャだったら船長がボコボコに叩いて抗戦してあげるからね。はい、大丈夫だよ。でもちょっとよく読んだら後半の文章キモかったから、ちょっとこれは叩き上げた方がいいかもしれないベルゼルガさんどうもありがとうございます。うん、あれね、はいはいはい、ぬいぐるみが欲しい。一味のぬいぐるみいらないでしょそんなの。一味のぬいぐるみ出す工数咲くくらいならマリンのぬいぐるみ出すわ。君たちだってマリンのぬいぐるみが欲しいだろなあ。君たち自覚を持って、君たちはね、可愛いマスコットキャラクターじゃないんですよ。君たちはマスコットキャラクターじゃなくてね、おっさんなの。マスコットキャラクター気分で物を言うのはやめなさい。うん、ということでね、じゃあ今日はちょっとこの後ね、いろいろあるのでこんなところで終わろうかと思います。明日できるかわかりませんが、今日はどうもありがとうございました。てなわけで今日もありがとうございました。スーパーチャットちょっと毎回赤スパのみで本当申し訳ないんですけど、いつも皆さんどうもありがとうございます。あ、それでは行きますよ、出航。いたのかな、ピンカルイは選手だけやわいかえんめした、かわいいわえんえん波の上、広い飲むのは中毒患者、広い空なのに奇妙な予感だ、そうか簡単だ、船長を決めてなかったんだ、それが断定的な予感、タフ目線今5人だ、ここはこれで全員か、3人通用でいっか、うちも島会場だ、奪い合いなんか異常だ、パスって逃げる操作、みんな自分に入れるかしら。というわけでサイレンス気にしたい、誰にしたって気にしない、最高の後悔だから、奇跡は選び放題さ、ラジオカフェポーターだ。Please Mr. サイレンス、お願い中。
はい、聞こえておりますでしょうか。あほーいあほーいなっちゃったけど、あほーい、なんだ、報奨会、お違う、ホロライブ3期生ホロライブ3期生報奨海賊団船長の報奨マリンです。はい、ということでね、今日はちょっと急遽ね、ソロ配信ということで、まあ久々にべしゃりでもするかと思い、グダグダやき、そうですね、ちょっとまだマリンの中でアップが終わってない模様です。はい、ということで、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、準備に時間がかかっていたのは15年前の卒アルを探してたからかなどというね、不届き者コメントがありましたが、サムネイルのことですかね。サムネイルが若すぎると、そういうことが言いたいんでしょうか。あのさ、でも少なくとも15年も前じゃないよね。わりかし最近よね。ね、マリンのこの学生時代っていうのは、いやだって15年前でしょ。いや、もう、だって、またサブリミナル広告出てる。サブリミナル広告出てます。はい。まだまだね、結構、そう、おうち 3D なんです、今日。どうでしょうか？近寄ってあげようかな、キメチに。どう？近さを感じる？ニコ？このようにね、君たちに癒しをお届けいたします。はい、でもね、なんか15年前といえばなんだけど、15年前といえばなんだけど、なんか最近久しぶりに鈴宮春日の消失見たんですけど、いや、なんか久々に、なんだろう、その懐かしのアニメみたいな見て、なんか、うわ、主人公してーなって。船長もなんか、キョンがさ、今が何年の何月何日なのかを調べるためにコンビニに入るシーンがあるじゃん。あれも夢だよね、もう。船長もやりて、なんか、はっ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 て走って、ガラガラピー、いらっしゃいっすーって言われながら新聞バッて開いて、今は、7月7日、そういうことか、みたいな感じで。やりてーよ、船長も。やれやれ系か。いや、キメイチね、鈴宮春日の消失、見るとね、キョンがね、やれやれ系、まあドライでもニヒルでもやれやれでもなく、本当は結構情熱的なんだよというのがね、感じられ、鈴宮春日にしょうがなく付き合ってあげてるのではなく、春日が好きなんだというのがね、よーく伝、神作品だマジで、神作品だマジで、本当によーく伝わってきます。なんかもう教師店で見る春日の輝きっぷりたるや、輝いております。意外とね、長門が結構女女した、意外とメスの性格をしてることもね、感じられますね、ということで。ネタバレやん。マジやかましいやかましい。もう時効だから。今更、鈴宮春日の消失見てないやつは乗り遅れてるから諦めな。はい、ということでね。じゃあなんか、最近の話でいろいろしていこうかな、と思います。あとね、なんか、今度、配信するとき、パスパル2を、ね、ちょっと前にやってたやつの続きから優先してやるって言ったんですけど、なんとね、ちょっと、残念ながら、ちょっと、なんか、期限が切れて遊べなくなっててですね、デモ版、ちょっと、まだね、製品版じゃないんで、ちょっとね、デモ版だったんで、なんか、有効期限が切れて、遊べなくなっちゃった。すいません、だから、まあ、また、またね、製品版が出たら、ね、一緒に、遊びましょう。はい。あれ、データ引き継ぎなのかな？船長の書いた神作たち、生き残ってるといいんですけど、はい。ということです。いろいろあったけどね、どっから話してないんだろうね。なんか何から話してるかわかんないんだけど、でも前に、なんかホロメンが集まってご飯した話を、船長の口からも聞きたい、など、言われていたんですけど、そんな話すこと特にないんだけど、何を言えばいいんだろう、そんなにない。あ、でもなんだろうな、強いて言うなら、高根るいが、もう本当に気が利く女で、やっぱこれは結婚かっていう感じでしたね。でも高根るいって誰に対しても気が利くからな。寝取られちゃうかも。せっかく高根るいと結婚しても、ね、あんなに気が利いたら、いろんな女に寝取られるかもしれない。船長のゲームの話、そう。船長がゲーム作るならって、なんかさ、アクタンがゲーム出すじゃないですか。船長もゲームとか考えようかなっていう話をし始めて、その場でね。どのくらい、誰がその話してんの、どこまで、エロゲーか、エロゲーエロゲじゃないんだよ、エロゲじゃないんだよ、厳密にはエロゲじゃない。
あ、ラミーが言ってた。あ、そうそう、あの船長がね考えた神作品。え、これ今度はあのさ、船長のなんだろう、あのゲーム作りたい希望会議みたいなミーティングが今度あるのね。その時にさ、あのプレゼンしなきゃいけないから、どんなの作りたいかっていうのを船長がそのプレゼンができるように今君たちにプレゼンする練習するわ。これが通らないとね、作ってもらえないから、ちょっともうどれだけ面白そうかちょっと突き詰めてこう。いや、逆にもう君たちに意見を仰いで、なんかつまらないところを排除してより面白くしてプレゼンするわ、これから。じゃあちょっと聞いてください、いきます。ですね、まずねあのマリンと君が無人島で漂流するというようなジャンルのゲームにしようと思っていて、そこであのまあ何ですか、まあ、なんすかね、やることは一つしようみたいなやつ。いや、エロゲじゃないね、エロゲじゃない。やることは一つ、君たちもう、いや、違うからね、やることは一つと言っても、そういうことではなく、普通に考えて、無人島で、こう、漂流してしまったらやることは一つ、そう、脱出ですよね。その、無人島から、二人で脱出を目指して頑張るというね、まあ、何ですか。まあ、例えて言うなら、リムワールドでロケットを飛ばすだとか、あのファクトリオでロケットを飛ばすだとか、とにかくそういうね、いずれはここから逃げ出すぞみたいな、ね、いうイメージなんですけど、うん。その話をしたら、ボタンさんが、いや、クラフト要素欲しいなって言ってて、ああ、クラフト要素って思ったの。だから、あの、船長は本当はマリンの育成ゲームみたいなのを考えてたんよ。本当はね、あの、プリンセスメーカーみたいなのを考えてて、あの、マリンを育てていく、一緒に、みたいなのを思ってたんだけど、あ、でも、クラフト要素入れるんだったら、プリンセスメーカーじゃないか、と思って。だから、この、無人島にね、もう木とかをこう、コンコンして、家を建てていき、で、あの、マリンの幸福度が上がるように、しっかり家の中にベッドを置いたりね、ね、クマちゃん置いたりね、あの、クオリティオブライフ上げていくの。ちなみに、このシステムが難しいんじゃないかという、あの、問題にぶち当たったんだけど、よくよく考えたら、ホロアースの舞台を1個借りればいけるんじゃないかと。ホロアース、そのためのホロアース、ホロアースの技術を、ここで借りてしまえばできるんじゃないと思って、何用のベッド、君たちもベッドですることなんて、一つしかないでしょうが！ええ。そう、ホロアースの土壌を借りて、やり、で、あのね、やっぱ無人島の暮らしなわけだから、あの当然クオリティオブライフが低下すればマリンは死ぬし、あの食事、あのお魚とか釣ってこないとマリンは死ぬし、あの虫しかない場合はマリンは死ぬ。など、あのね、で、あ、何も揃ってないのに適当な言い方で、あのみんなで出航して逃げ出そう、みたいな。みんなでじゃない、二人で出航して行こう、みたいにしたら、マリンは死ぬ。みたいな感じで、ええ、ホロアースってエロゲに使って、だからエロゲじゃないって、まあ、エロいことはご想像にお任せなんだって。エロいシーンは入れないから、エロいことをしててもそれは描かないから。ええ、船長は何すんの。だから可愛がられる役だっつってんだろ。もう分かれよ、そんなこと。当たり前だろ、可愛がられるポジションよ、船長は。ええ、まあ、みたいな感じで、あの、やっぱダークソウルみたいな感じで、船長は死ぬの。もう、なんか序盤は、本当にマリンが死んでしまう、すぐに死んでしまう。マリンデッドみたいな感じで、すぐに、ね、幸福度が下がって、あの、死んでしまうとか、イカダから溺れちゃうとか、なんかそう、マリンを生き残らせるのが難しいみたいな、この難しい要素が、あの、ゲーマーの、ゲーミング魂をくすぐるんじゃないかなと、マリン思いました。どうでしょうか？介護ゲーム。あ、介護ゲーム。あ、なるほど。介護ゲームか。イライラしそう。いやいやいや、イライラするかもしれないけど、その分さ、やっぱマリンが、あの、一緒に生きてたら嬉しいと思うよ。で、ね。まあ、幸福度もマックスで、こう、好感度とかもちゃんとさ、作ってさ、好感度も、こう、マックスいって、で、まあ、いいね。好感度、幸福度など、まあ、マックスだったら、まあ、当然さ、やはりさ、まあ、そのようなことになり、ね、子供とか生まれたりしちゃって、とかどうでしょうか。ええー。どうでしょうか、これ。シーマンかな。シーマンとは違うんじゃないかな。シーマンではないんじゃないかな。で、この、
船長が考えてる時にアイディアとかアドバイスをいっぱいくれたメンバーが、まあ、ノエル、ラミ、ボタンさんが主に、アイディアを提供してくれたので、まあ、その辺は登場させたいなと思って考えたんですよ。だから、序盤の食料問題のためにノエルの牧場を置こうって思ったの。ノエルの牧場置こうって思ったんだけどさ、冷静に考えてノエルの牧場があったら無人島じゃない無人島じゃないよ、もう暮らしてんだよノエルと牛がよ。 おかしなことになってきちゃった、うん、とかラミーが酒屋をやってるとか。まあ、でもこれもう無人島じゃないな。そうなってくると難しいな。無人島であることを優先するか、メンバーとの絆を優先するか。ちなみにボタンさんは何の役やりたいか聞いたら、船長を迎えに来る救難救助の人やりたいって言ってました。まあ、みたいな感じでね、船長がね、フォロワー数の技術までしっかりね、もうたとえフォロワー数がもう万が一ね、奥が一、例えばちょっとずっこけて、あ、なんか微妙な感じになっちゃったってなったとしても、まあでもマリンのゲーム作れる土壌になったからまあいいかみたいな感じで、ノーダメで済むように船長がね、うまく活用してあげようかなと思ったんですが、どうでしょうかこれどうでしょうか。演技でもないこと言うな。いや船長は心配してさ、だってなんかフォロワー数さ、家作ったりとかしてたじゃん。その技術何かに活かせないかと思ったらさ、そのマリンの幸福度上げるためのクオリティオブライフの道具にすればいいんじゃないかなと思い、どうでしょう。まあこんな感じのことを思ったんですが、でエンディングもちょっとマルチエンディングなのね。マリンの幸福度や好感度なや脱出方法によってこう違うルートみたいな、イメージとしては、あれなんだっけ、あれ思い出すね、なんだっけ、気持ちなんだっけ、船長とフレアが一緒にさやっててさ、なんか猫にさ家を占拠されてさ、なんかほら家族と生き残ろうとして、猫のなんだっけ、あいつ三味線じゃなくて、なんだっけ、猫に占拠されたやつ、なんだっけ、ゲーム決まり地なんだった、あれなんだっけ、ゲーム、猫の名前なんだっけ、あ、そう、60セカンドシャリコフや、そうシャリコフそう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 、あんな感じでマルチエンドで様々助かり方があるなど、何々、ちなみに幸福度ゼロで脱出したらどうなるの、もちろんマリンは死ぬ、みたいな感じで、まあ、幸福度がゼロになったらマリンは死ぬんで、まあ、みたいなの思いつきました。どうでしょうか、これをねちょっと今度プレゼン してこようと思ってね、ね、セリフや展開などもマリンが考え、あとはフォロワー数のクラフト機能をちょちょいっと貸してくれるだけでいいんですという感じで考えたんですが、どうでしょうかこれ、どう、これいけるかな、通ると思う、いける、いけるこれね、ちょっと逆に決めちがさ、この要素があったらよりウケるなど思えば、マリン殴れないの、あ、じゃあ殴れるようにしよう、マリンを殴れる要素、マリンを殴、でも、あー、でもなんかちょっと思い出してきた、そうだ、マリ逆の動画出したら低評価いっぱいついたんだった、やめた方がいいかもしれない、マリンを殴るのは良くない、うん、あー、なるほどね、はい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 、あー、ケツ叩ける、あ、ケツを叩く、あー、ケツ叩くか、いるそれ、格ゲー出そう、まあ、格ゲーもいいよね、格ゲーもいいよね、でもそれはさ、船長じゃなくてさ、ホロライブがさ、仕切った方がいいんじゃない、だって船長以外、もうみんな出てくるわけでしょ、他のホロメンも見たい、まあ、本当は無人島なんだけど、まあ、なんらかなんか要素を用意しようか、要素を、ね、ホロキュアのごとく、メンバーの要素を感じられるアイテムや匂わせなどをして、うん、どうだろうこれ、どうかな、キメジちょっと納得してるこれさ、どうね、はっきり言ってよ、正直に言って、これさ、いける、これいけるかな、どう思う、ちょっと意見聞かせてよ、もっとちゃんと、ちょ、まだ、まだ、もう忖度しなくていい、もう真面目に忖度しなくていいから、真剣に答えて、真剣に、こける、厳しそう、いけない、こけそう、なるほど、サバイバル要素いらない、じゃサバイバル要素はボタンさんが欲しいって言ったんです。でも船長もサバイバル要素って言われた時に、あー確かに、そしたらフォロワー数の機能を使わせてもらえば、その分のそこの開発リソースがちょっと借りるだけになるから、なんか良くなるかみたいな、
エロゲの方がいい。いや、エロゲはさ、現実問題エロゲを出すのは不可能じゃない？ホロライブでエロゲは無理なんじゃないか。うん、どんだけ船長が誠意に寛容であってもホロライブは寛容じゃないよ。ええ、うん。あ、じゃあさ、サバイバル要素の部分でさ、運ゲーにしようよ。マリンがあの AI で自動で動き回って、あの木を取ったりね、何らかするように、なんか自動 AI にして、なんか昔のさ、あの昔のテイルズみたいにさ、なんか自動 AI で戦うみたいなあったじゃん。で、なんか敵の目の前で魔法映像し始めるみたいなさ、わけのわからんムーブしたりしてたでしょ。そういう感じで船長もね、あの木を切ったり、なんか失敗したり何もしなかったり、家に火を間違えてつけてしまったりなど、そういうマリンの自由気ままな行動でこう RTA をする場合などは、そのマリンに非常に振り回されるみたいな。うん、難易度上げるな難易度高い方がいいんじゃないかなって。ワンダープロジェクト、いや、ワンダープロジェクトとはまた違うんじゃない？ワンダープロジェクトにはあれないじゃん、クラフト要素とかは。うん、なんで配信すると鼻水出てくるんだろう、不思議だ。どんどんリムワールドっぽくなっていく。いいじゃん。ピカチュウ元気でちゅ、マリン元気でちゅマリン船長嫌いになりそうあー、その問題があったか。確かに嫌われるかもしれねえ。ねえ、なんかピカチュウ元気でちゅとかもさ、ピカチュウが言うこと聞かなさすぎてさ、ヘイトが溜まってしまうなどあったもんね。ゲームはいいのでカーナビ作って。およそ 300m 先、左の方向です。いいじゃん、船長カーナビやろっかな。それではいきますよ、出航。はっ、あのさ、車出すときって出航って言うよね。出航それではいきますよ、出航シナジーあるって。船長地図読めないやろ。あ、じゃあさ、そこのさ、地図が読めないというマリンらしさを全開にしてナビを間違えるっていうのはどうだろう。この先 300m 先、左の方向です。ブーン、あの左か、ブーン、左折してっと。あ、やべ、間違えた、右だったみたいな感じであ、右だったわ。怒ってんの君、いいじゃん、もうドライブにしましょうよみたいな。それも嫌いになりそうそんなすぐにさ、簡単に船長のこと嫌いになっちゃうんだね。そんな簡単に嫌いになっちゃうんだね、船長のこと。うぜえ不良品、嫌いになりそうで、ライトはつくなるほどね。崖だったらどうするの。そんな崖なんて走るか。まあ、じゃあそのゲームの話はそんな感じです。まあ、今回、え、じゃあさ、待って、え、でも、うーん、もしかしてこれがこけそうだとしたら、船長は今から軌道修正して、やっぱプリンセスメーカー、プリンセスマリンメーカーに変えようか悩むけど、でもなー、ホロメンたち、ボタンさんやラミーや、ねえ、あのノエルとか、みんなが期待してるからな、船長の、あのサバイバルゲームに期待してるからな。やめてしまったら、ショックだろうな。え、やめちゃったのって、なっちゃうよ。うん、やるしかないか。ホラゲーでいいんじゃない。ホラゲーってさ、思ったんだけどさ、ホロメンの時点でもう怖くない気がするんだけど、どうですか。うん、プリンセス野豪メーカーにしよう。なんで野豪なんだよ野豪育てんの。マリンメーカーやりたい。マリン性格がね、パラメータで性格が変わる。なんだっけ、なんかね、プリンセスメーカーってね、そのパラメータで性格が変わるんよ。生意気、貧乏症、ぶりっ子、非行などね、変わるんです。ちなみに一番アドなのはぶりっ子です。ぶりっ子の性格だと、あのみんなから愛され、ひいきされますと。うん、いう感じですね。マリンチ送んない。マリンチだったらそれはもうホロメン全員にした方がよくない？マリンだけをさ、育てて、結果マリンにしかならないよりはさ、ホロメンチの方がよくない？うん。ハードは何で出すの？パソコン。スティームで出そう、スティームで。うん。
まあ、みたいなのを思いつきました。これをねちょっと今度ミーティングでね、あの提案してみます。これと通るかな、ねえいけるかな、マリンこれ。はい、であとはね、そのフォロメンが集まった時はね、あ、アクタンがねすごいやっぱりね相変わらずの娘っぷりを発揮していましたけど、ええ、もう本当に登場した瞬間からね、いきなり中学1年生みたいないでたち、ええ、もう、ああもうあかんちゃん本中学生になりましたって感じの登場でした。あー中学生になったねって感じで、うんうんって、アクタンモテモテだったね。なんだろうね、あの小動物館はなんだか守ってあげたいようなねえ。団長と真剣争いと聞いた。いやいや真剣をね争おうともね、結局ね誰が産んだってマリンが産んだからな。ねえ、そりゃアクタの母親になりたい気持ちはわかりますよ。でも結局産んだのはマリンなんで、その争われてもいいよ別に、お母さんを名乗ってもらってもいいけど別に、結局産んでるからねマリンが、結局問題。うん、アクタン反抗期になったのでは、そうですね、まあ、反抗的ではある。なんかそういえばボードゲームやったんですよ。なんかあのペンギンが、ペンギンがなんだあのゲーム、なんか氷山の一角みたいな、なんか雪のなんだ南極の氷の上みたいな感じのところで、でなんか地球温暖化の影響か氷が縮んでいきみたいな状況で、でペンギンが置いてあって、で我々がその氷をパンパンって叩いて落とすみたいな、アイスクラッシュはなんて名前だっけな、まあそれをやったんですよ。まあ、アクタンがマジ無双してましたね、本当に強かった。もう容赦なくバン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 落としていくの、バン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 叩いて落としてて、いやもうちょっとさ、普通もうちょっとさちょっとずついくやん、もう初手からねいきなり勝負を決めにかけてくるからね、 100% 誰がどこを押しても絶対に落ちる状態まで行くからね、アクタンらしい。そうですね、やっぱそういうなんか初見でもなんかその最初からゲームのコツというか、こうしたら強いだろうみたいな強ムーブが最初から見えてるあたりがやはり強いなと、ゲームセンスだなと思いました。うん、はい、あとなんだろう、あとはね本当に久しぶりにミコチに会いましたね。その日他のメンバーは結構なんか、あーなんかたまに会うなって感じだったけど、ミコちゃんマジで久しぶりに見ましたね。いつぶりだろうってくらいの、ガチいつぶりだろう、あれかな、正月かなんかの企画の時に会った以来か。ポップコーンもらった、あ、もらってないですね、ポップコーン。そう、なんか配ってたけど、まあいいかと思ってる。まあみんなもらうからいいかみたいな、ポップコーンまあ別にいいかみたいなくらいでしたね。あ、久しぶりだったなミコーチねえ。ミコーチともなんか久しぶりになんかしたいですね、たまには。何していいかわかんないけど、ポップコーン嫌いなのに、嫌いってことはないけどさ、え、なんかできてるポップコーンならいいけど、なんかさ自作しなきゃいけなさそうな空気だったから、なんかめんどくせえなと思って。え、ポップコーンって自分でやったことないからさ、え、まだ余ってんの、あ、そうなんだ、まあいいかな。誰か欲しい人いるんじゃない、ええ、うん、まあなんかフォロー面でやっぱ集まるとみんなさ、おのおののさ夢や目標などを語り合ったりして、なんか頑張るかって感じの気分になります。ふわっとした感想。あ、レンジでチンする、あ、チンするだけなの、あ、そうですか、まあいいかな。普通にまあいいか、まあいいか、そこまで欲しいかっていう、まあポップコーンまあいいか。え、ポップコーンなんてさ、その映画館くらいでしか食べなくないか、船長は食べないよ映画館でしか。ええ、ミコチに100ミビーンズもらって配信で食べても、絶対無理、あの、ね、ごめんだけど船長本当にね、あのね、ゲテモノ本当に食べれないの、マジ泣いちゃうから、マジ泣くからガチ泣きするよ、大丈夫それでも、本当に無理なの、ガチで無理です。
ちょうど今ポップコーン食べてるの。おー、いるんだポップコーン食べる人。映画館でもなんなら、なんか結構映画館ってさ、ポップコーンじゃなくてなんか終わりかけみたいなふにゃふにゃのさ、なんかしなびすぎなポテトみたいなあるじゃん。え、わかる？なんかさ、ペロペロのさ、テロテロのペロペロの死にかけのポテトあるじゃん。ああいうのとかね、あったら それ食べますけどね。あるよね、わかるわかる、あるよね、あったよね。昔の話かな、もうはないのかな、今もあるかな、うん、聞くだけだとめっちゃまずそう。え、船長さ、マックとかのポテトでなんか油吸って終わりかけのなんかトランス脂肪酸の塊ですみたいな感じの茶色くなった終わりみたいな、この世の終わりみたいなポテト大好きなんだけどね。船長はしかも一時期ハマってたのは、あのポテトの L を2個頼んで、1個はその日食べて、2個目は2日目経って、もうカッピカピのカッチカチになったあの終わりみたいなポテトをレンジで3分半チンして、なんかジャグジャグになったトランス脂肪酸の塊の終わりのポテトなどを食べてましたね。絶対良くない。体に悪い油が詰まってるね。油って全部が体に悪いかっていうとね、いい油もあって、魚の油やなんかナッツとかの油などは良いとされていますが、ポテトの油は終わりの油なんで、ギトギトになっていきますが、まあでも船長は3分半持ったわ、2分半かもしれねえ。うん、油が酸化しててやばそう。絶対やばいね。でも船長最近それやってないの。最近しかもなんか成長してポテトの M1個なの。うん、大人になってきたなって思う。こういうさ、やんちゃしなくなってきたなって。昔はほんとやんちゃだった頃はポテトの L3 個とか食べてて終わりだったんだけど、最近大人になってきたなって。トランス脂肪酸知ってんのすごいね。マジポテト食べる上では常識だからね。ポテト食べる上での常識、うん、年を取った胃もたれ。いや違うよ、違うって。そうじゃない、違う、そうじゃない、そういうこと違う。年を取って重くなったんじゃない、重くない、全然食べれる、食べれるけど遠慮してんの。あえて健康のために思いやり、体を思いやってる。なんならもう今日から油もさ、サラダ油じゃなくて、なんだっけなんだっけ、バージンココナなんだっけ、なんかなんだっけ、バージンエクストラココナッツオイルみたいな優勝してる油に変えてやろうかと思うレベルです。あ、オリーブオイルか。あ、オリーブオイルとココナッツオイルってどっちがいいんだっけ。まあいいか、そんなことどうでも。まあいいや、それはいいとして、じゃああとはね、あ、そう、じゃあラミーと破局した話でもしておくか一応ね。まあ破局したって言った、そのパンチの強い言葉でね、破局しちゃったのーってショック受けてる人もいるんですけど、まあなんかそこまでそんな、なんか船長がちょっと強い言葉を使ってみただけで、そんなガチ破局じゃない、心配しないで、冗談のつもりだったんだけど、ってなってたからね。結局映画は何見たんですか。いや、なんか映画はね、なんかちょっと盛り下がったみたいなこと言っちゃったから、何見たって言ったら、へえ盛り下がるのかみたいなヘイトスピーチになっちゃうから言えないんだけど、まあなんか1時間くらいで終わる映画を見ようって話になって、いや船長考えたんだよ。でもなんかさ、やっぱ美女と野獣とか見ようかなって思ったけどさ、とか言って、なんかラミーがさ、なんか微妙そうだったからね。盛り上がりそうな映画考えた船長だって、いろいろこれはこれはとかやったけど、はい、どっちでもいいどっちでもいいみたいな感じだったから、何だったらいいかなと思って、1時間で終わる怖い映画があったから、いいじゃんって思って、それを見始めたんだけど、まあなんか、まあ2人とも5割見てないみたいな感じになっちゃって、なんか盛り上がらず、はいみたいな感じになって、結局そのまま帰ってったラミーは微妙な空気になっちゃった。ってなっちゃって、一緒に風呂入ったの。入るわけないじゃん、そんなムードの中でさ。いや、ミスったかな、もっとさ盛り上がる映画見てればワンチャンあったかもしれないけど、まあ、ちなみにあの時はまあなんか合鍵も返してもらったみたいので、で、やばいじゃん、終わりじゃんみたいな空気になっちゃったけど、あの日はね、なんか、まだラミーってさ、引っ越しがそもそも完了してないのよ。で、船長の
部屋に遊びに来たいって言ってたんだけど、船長が多分配信してるからちょっときついかも、夜中でもいいかっつったら、え、配信何やんのってなって、ホロキュアやるよって言ったら、あ、ホロキュアならワンチャン支持したいわみたいになって、あ、いいねってなって、じゃあワンチャン来れたらみたいな感じで鍵を一旦貸して、で、終わったから一回返してもらったというだけで、あ、でももしかしたらガチめに引っ越してきたらまた交換するかもしれませんね。うん、ラミーは初配信でクリアしたからな。いや、もしか船長もラミーのヤジのせいでクリアできなかった可能性がそれはないな、それはないね。ラミーのね、アドバイスのおかげで2回目まあクリアできたのかなと思います。じゃあ俺とも交換しますか、流れに乗ってくるな、当たり前のように一応やりますかみたいな感じじゃないんですよ。ラミーがデバフだったやめろ、しっ、はい、まあでもなんかね、でもなんかラミーとすごいさラブラブみたいに思われてるけど、そんなことないからね、そんなことないんだよ、そんなにラブラブってほどじゃないから、普通なんですよ全然ね。えラミーと二人きりでってそんなにねえ、あ、やってないし、だいたい集まるときはやかましだし、うん、だからなんかさね、えさっきカナタとかを見てたら、なんか最近マリンがラミーにお熱でみたいな言ってたり、こないださフレアに会ったんだけど、フレアもえ、なんか最近ラミーちゃんなんでしょみたいな言ってきて、え、なんでそんなさホロメンの間でさ、なんか、ま、マリラミーラブラブ説がこんな のさばってるのか、なに、いや、そんなラブラブじゃないよマリラミー。まあ、そりゃ仲はいい、当然仲はいいけど、仲はいいけどさねえ、まあ、みたいな感じで、次は誰狙うの、誰狙うの、別に船長は誰も狙ってないよ、勝手にモテてるだけみたいなところあるな。まあ、じゃあ、まあ、ラミーはいいとして、ラミーのことは大体いい感じだとして、スー君とのその後、スー君とは特にないよ別に。まあ、そのうちもしかしてうちに遊びに来てくれるやもって感じだけど。て、それで言うと実はね、ちょっと急なんですが、明日ね、明日フレアがうちに来ますと、ちょっとせっかくうちに来てくれるのでね、なんかコラボ枠など一緒にやろうかなと思いますが、まあ、どっちの枠で何するかちょっとまだ未定なんだけど、まあ明日はね、ちょっと昼から集合していろいろ遊んでからね、配信しようと思うんで、まあ、何やるかちょっと決定できてないんですが、まあ、フレアは泊まっていきますということです。はい、ミッケしたって隠語何をミッケしちゃったのかなって思ってるんでしょうあれのこと？シオン担当のことですね。ホロキュアエンドレスやって、ホロキュアエンドレスねえ、そういえば、まあ、でも次はアップで入ってからでもいいかな。うん、そう、シオンタンが来た日は、ラミーが来た日の翌日だったので、ラミーが持ってきたヤクルト1000、ラミーが持ってきたリンゴジュース、ラミーが持ってきたミッケなどがありましたので。ミッケって何？知らないの？ミッケ。ミッケっていうのは、船長が小学生の頃も流行ってたんですけど、学級文庫にありがちな、なんか説明むずくない？なんかさ、例えるならウォーリーを探せの雑貨バージョンみたいな感じだったんですけど、ラミーちゃんのミッケなの？あ、そうそう、ラミーが貸してくれた船長にミッケ。そうで、せっかくシオンタン来たから一緒にミッケでもしようよってなって、あの日は配信終わった時にもう2人とも結構眠いみたいになってて、で、いや、でもせっかくミッケ借りたからミッケやろうよってなってやり始めたんだけど、え、結構さ、え、船長とシオンタンミッケ上手くて、マジでガチ上手くて、無双しちゃってミッケで、割と半ページくらいまで一気にガーって進んで、だんだんさ、なんか2人とも酔っ払ってんのもあって幻覚見えてきて、なんか目がもう疲れたし、なんかシパシパしてきて幻覚も見えてきて、なんかやめようと思ったきっかけが、なんか船長が
で、なんだっけな、なんかめっちゃわちゃわちゃいるやつで、アザラシどこだみたいのがあって、アザラシ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 って思って探して、あ、これアザラシじゃないって言ったやつが男の子だったの。三輪車に乗ってる男の子で三輪車に乗ってる男の子に向かって船長が、これアザラシじゃないって言ったの。全然違う、全然違くて、もうその時にもう限界を感じて、もう終わろうってなり、まで寝たんですけど、まあ何も起きてないですね。キマイチが期待するような何らかは起こらず、しかもなんか起きたらシオンタンいなくて、布団に聞いたらさ、なんかあのソファーの方で寝てたらしくて、いやなんか何それ寂しいんだけど普通に。なんかシオンタンの配信で、あの船長がかわいそうだよみたいなコメントがあって、それに対してシオンタンが、いい、かわいそうじゃないよ、かわいそう扱い勝手にされて船長かわいそうみたいな言ってたけど、いや普通にかわいそうなんだけど、え、辛いし、船長はめっちゃ聞いたからね、え、なんで、あれ一緒に寝たのに、一緒に寝たのに途中から脱出されてるって、普通にあの来たし、聞いて、もう聞きすぎて逆に、え、船長なんか言ってきたみたいなさ、コメントに対して、え、何も言ってなかった、気にしてないよ船長って言ってたけど、船長はもうめちゃめちゃ聞いてたし、そのあまりにも聞きすぎて、え、なんでさ、え、なんでしようんたいそっちで寝てんのとか聞けなかったレベル、聞きすぎて何も聞けなかったね。え、あれなんか、あれ、え、なんで出てちゃったんだろう、もしかして、マリンもしかしてなんか うるさかったのかなみたいな思って、なんかやっぱ怖かったんかなマリンってって思って、もう聞きすぎて聞いてないふりしちゃったレベル聞きすぎて聞いてないふりしちゃったな、臭かったのかな、いやそんなはずは、そんなはずないんだけどな、はい、などということがありました。お尻がでかかったんですよ、おかしいな、前は一緒に寝たんだけどな、何かな、なんでなんだろうね、シオンタンのスペース聞いて聞いてない、何嬉しい話、悲しい話ならもう聞かないからやめてください、はい、声震えてる、いいよ別にフレアと一緒に寝るから、船長今日じゃない、明日フレアと一緒に寝るから、え、普通に小よりも一緒に寝てくれたし、ねえ小よりも一緒に寝てくれたし、坂本だって一緒に寝てくれたし、フレアも一緒に寝てくれるし、全然いいけどね、別にいいよ別に、そんなフレアもソファーに行くんだろうな、いや行かないと思うよ、え、フレアは今までも一緒に寝てたからね、普通に、うん、小よりとはベッドで一緒に TikTok 見てたら寝落ちしてた、気づいたらはい、すやすや寝る前に一緒に Amazon でね、なんかかわいいライトニングケーブルを探し合うなどしてた船長が、え、このピンクのライトニングケーブル探してたら、ミッフィーのライトニングケーブルめっちゃ可愛いの見つけて、あ、めっちゃ可愛いみたいな、これにしようーつって買う、などして過ごした。ええ。絶妙なもの見てる？え、そうなんかね、可愛いもの買うのにハマってて、船長、まあ、昔からハマってるけど、ラプラスダークネスと乙女の予定ある？ない。ないな、ラプラスダークネスと絆ないからな、まだこれから生まれるかな、絆、うん、あ、小よりそうだ、小よりは船長が買ってたあのファンザの漫画などを読んでましたが、なんか割とへー、あ、こういう感じなんですねーって感じで、なんか知識を蓄えてるだけでね、なんだろうね、でもあれ逆に性癖に刺さるかもしんないね、なんかさ、君たちもさ、なんだろう、こよりに性欲ではなく知識欲でさ責められてみたくないか、これ一周回って気持ちよくなっちゃうかなと思いました。興味なさそう、いや興味はありげだったけど、こういうのが好きなんだふーんみたいな感じのテンションでしたね。船長の性癖って何？いや、うまく言えない、難しい、船長の性癖を語るには
難しい。あ、こより勉強になりました。こより、あの一緒に買ったなんか位の高いラーメン美味しかったね。こよりとなんかね、なんか素敵な物産展みたいなので、なんかレベルの高いラーメン買ったんだけど、うん、美味しかった。何それ、なんうまく言えない。なんか普通のラーメンとは一味違うレベルの高いラーメンだよ、分かってよ。はい、なんでフラフラしてるの。癖ですね、これは。止まります。はい、すん、止まります。そうですね、まああとはまあフレアが明日来て、まあペコマリのね、コラボもまあ何らかあるかなという感じなんですけど、まあペコラの枠である何らかとはまた別で、ペコマリオフね、まあペコマリ普通のコラボもありつつ、ペコマリオフもねやろうという話はね、言っててね、なんか考えてたの、いつやろっかって話はして、これ流れちゃったわけじゃないからね、ペコマリオフは流れちゃったのではなく、時期を考えてて、いつやろっかみたいな。うん、そう、でもなんかこの7月にやるとペコマリ2回やることになっちゃうから、まあ8月とかでもいいかみたいな。うん、ペコちゃんが泊まりに来るの、ペコラの場合は非常に帰る可能性が高い。まあ、帰ろうとするでしょう。帰ろうとする動きを見せると思いますが、まあ、阻止しようかなと。なんとか、ペコラを帰らせないオフ。頑張って帰らせないオフみたいな感じで。絶対に帰りたいペコラと、絶対に帰らせたくないマリンの、ね、配信をしようかなと思います。うん。終電を逃させよう。終電を逃してもタクシーで帰る可能性があるからな。なんとか、潰して、寝かして、悪い男みたいになってきちゃった。悪い男みたいになってきた。ええ。靴を隠せ。まあ、みたいな感じでね。まあ、できたらペコラもね、泊まらせてみたいなと思いますけど、なかなかね、泊まらないから。泊まるの見てみたいけど、団長とかフレアも呼んだらさすがに帰らないんじゃない。そしたらそれはさ、3期生オフなんよ、それは。ただのなんかちょっとひどいコメントが、いやさあというコメントがありましたが、誰が、いやさあやね、おいふざけるな。うん、アイスティーに薬入れよ、さあ。まあ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 、クリアは難しいゲームすれば、あ、耐久にしてね、朝までゴリ押す。うん、ペコランチ行けばいいじゃん。あ、それ無理なんだよ、ペコランチは無理なんだよ。ペコランチは多分、実家だからあげてもらえない。なんかお母さんに船長を見せたくないみたいで、お母さんに船長を見せたくないみたいで。いや、船長も言ってペコラちゃん家に行きたいなって言ったけど、嫌だわって言ってて、お母さんに挨拶したいなって言ったら、挨拶させたくないと言ってたんで、合わせたくない、母親に合わせたくない存在、このライブのチームと言われてるコメントで、はい、まあそういうことですね。うん、ええ、まあしょうがないですね、そればっかりはしょうがないということで、だから船長の家に呼びましょうと。ペコラ、モンハンハマってるから、それで釣ろう。モンハンね、船長でも全然やってない。もうハンターランクとかも多分7とかだしな。きついわ、ちょっと。今からアップすんのは無理。きつすぎ。うん。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、なんで、まあ、8月くらいにあるかな。あ、そうだ、なんか船長が前回配信した時に、なんかちょっとこれは、あ、ちょっとこれは今度話すわみたいなこと言って、なんか怪しげなムード漂わしちゃったんですけど、それはね、
なんか君たちがさ、7月はお誕生日、8月は周年配信があって、あ、楽しみーみたいな感じで盛り上がってたんだけど、あね、まあ、誕生日は、ちょっと考えてて、これやるぞっていうのがあって、君たちにもぜひとも楽しみにしてほしいんですけど、8月11日の、3周年の方なんですけど、まあ、ちょっと難しく難しくちょっと一旦何事もなかったかのように普通の配信させてもらおうかなって思うんですけど、すいませんが一旦ちょっとあたかも普通の何事もなかったかのような配信をさせて、カウントダウンだけして、当日はね、すんみたいな感じの配信しようかなと思ってて、まあなんか延期とかしてどっかでやりたいかなと思います。すいませんね、本当にね、楽しみにしてくれたかった。あ、でもね、誕生日はね、ウキウキが待っているということでよろしくお願いします。当日はあれですね、8月1日当日はね、なんかとつまちとか3周年とか書くとみんながはっ記念だって思っちゃいそうだけど、船長はそれとは別でまた後からその記念枠やりたいと思ってるから、そしたらなんか2回記念枠やってる計算になってしまうので、ちょっと誰みんながはぁ記念だって思わない感じで、ちょっと歌枠みたいな感じで、なんか普通の配信ですみたいなテンションでやろうかなと思ってます。ちょっと3周年とか書かないで歌わくみたいな感じでやろうかなって思ってるんで、ちょっとよろしくお願いします。そう味噌汁だから盛大に祝いたくないのかな。それを言うならさ、それは誕生日の方じゃん。船長誕生日は盛大にやるから、逆に味噌汁はノーダメだよね。で、味噌汁じゃないしな、そもそもな、味噌汁はノーダメと。まあなんで、まあ周年はちょっと遅れてね。あ、でもそっちもね、内容はね、ちょっと考えているので、まあ、そう、やりたいなと思ってます。はい。まあちょっとね、まあ味噌汁かっていうと味噌汁ではないというふうに言わせてもらいつつも、7月30日は、味噌汁にふさわしい、ね、新たな、マリンの、ね、幕開けというか味噌事前とした感じで幕開けしたいなと思ってるんで、7月30日味噌汁のマリンって感じの、なんかどこまで匂わせるか悩んでるんだけど今、まあちょっとね、味噌汁味のある感じでね、このロリ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 だったこのマリン、17歳だったこのロリロリのマリンから一皮むけた姿をね、当日はお見せしようと思っていますので、ね、早めに匂わせるが、まあ、詳しい告知は29日のカウントダウンなので、したいなと思います。ロリではない。まあ、でもね、君たち、それ手のひら返すと思うな。結果、ちょっと今さ、まださ、何も言えないからさ、なんか わけわかんないと思うんだけど、ね。まさか足が長くなるのか。そのマリンの姿を見たらば、あ、今までの船長ってガチロリータだったなって感じられるだろうと船長は思っています。はい、ということですので、よろしくお願いします。当日7月30日お楽しみにと思ってます。はい、そして8月11日は普通の配信します。よろしくお願いします。はい、まあ、あとね、もう一個、ちょっと君たちに聞いておきたいことがありまして、シワが実装されるの。さ、例えばシワがあってもマリンは消すのに、ね。なんで増やすんだ、逆に。実装しないだろ。で、なんだっけ？あ、そう。船長もさ、LINE スタンプを作りたいんですけど、どんなスタンプが欲しいですか？船長がちなみに今考えているのを今から発表したいと思います。まあ、まずはね、定番の、あほーい！次に、シューコー！そして、ドン！
撫でますドンだと、あのホロライブの公式スタンプにある撫でますと被ってしまうので、ドンだけのバージョンにしようかなと思って。で、次にですね、あー、内散らかるというような、内散らかっているスタンプ。次にですね、産みたいというスタンプ。次にですね、先行謝罪しますというスタンプ。船長の手書きがいい。待って、船長の手書きがいいの、君たち。船長の手書きであった場合と手書きじゃなかった場合ってどのくらいアドが違う？船長本当は大変だから全然書きたくないんだけど、大変すぎるからね。でも君たちの中であまりにもアドが高いならやるしかないかなと思うんですけど、どうですか？どのくらいアドがあるか、5億倍くらい違う。手書きがいい。めんどくさいけどな。本当はめんどくさい。でも、ほうほう。ほうほうほう。500円高くても買うレベル、それ爆アドやん。爆アドやん、それ。20代になれるくらい。みそじと17歳くらい違う。どういう意味？みそじって結構アドなんだよ、君たち。言っとくけどね。なんか、ファンザとかのランキングとかでも熟女って人気なんだよ。言っと、人妻とか熟女って人気なんだが、舐めるな、みそじを。ええ。なるほどね。やっぱ船長が書いた方がいいんだ。そうなんだ。なるほど。で、考えてんのが、次に先行謝罪しますというスタンプ。これは、ね。あーやばい、謝んなきゃって、ごめんなさいっていう時に、こう先行謝罪しますっていうところから入っていくと。あとは、このたーい、これは何にでも使えるかなと。あとは、気まずすぎる、こう気まずい時などに使えるかなと。あとは、ガチ恋特急列車発車。あとは、絆を思い出して、これはね、絆を失われそうな時などに使っていただければと。ごめんなたーい、いいかもな。あとは、分からせるわ、これは分からせたるぞという時に。そして、分からされちゃった、これは速報値2コマなどに使っていただき。そして、シナジーあるな、これはシナジーがある時に使う。白角ボンバー、これは相手が潔白であることを証言する時に使います。あとは、使われちゃう、これはエッチなものに対して使います。若すぎる、これはピチピチな時に使います。壊しちゃった、これクレイジーサイコロリね。あとは、好きだ、これは好きな人に使います。あとは、認知してあげない、これは認知しない時に使います。あと1,2,3,4,5、 5個空いてるので、何が欲しいか君たちの意見を募集します。95点、95点は密かの56なんだわ。船長じゃないんです。ええ、落ち着いて君たち。はい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 。あー、君たち欲しい。使いどころなくない？だいたい君たちってスタンプ使いどころなくないか？メバチコできてもうた。メバチコできてもうたはそれ押したりなんよ。船長の話じゃないの。うん。昔は良かった。昔は良かった。マリン78歳マリンにして、昔は良かった。あんた確か使い勝手良さそうだな。解雇中になりたい時などに、昔は良かった。昔はよかった。マリンおばあちゃん。あと何がいる？あ、おはようお休み系欲しい。いるかな、おはようお休み系。言うて便利か、あったら。うん。ムラムラ？あ、ムラムラか。あ、ムラムラ。ムラムラしてきた。これいけんのかな。これいけるかな、通るかな。ムラムラしてきた。発情した時よ。シスターマリン欲しい。シスターマリン、なんかあるかな。シスターマリン、ありがとう系が欲しい。あ、じゃあ、ありがとうございます。シンプルにありがとう。悔い改めよ、いい。悔い改めよ、いいじゃん。シスターマリン、
罪深い、相手が罪深い瞬間などに他の追随許さんからね。これに関しては他の追随許さんから、これ長くね。これに関しては他の追随許さん、これ書ききれるかな。了解か OK 系が欲しい。クソ長い。まである欲しい。あと一枠しかない。もうあと一枠しかない。確かに OK、 OK、 OK に当たるものあるかな今。確かないか。ないわ今。ないね。おはよう、おやすみもないわ。むずいなー、あと一枠で。まあいいや、ちょっとこれは後で考えるとして、まあこんな感じでね、ちょっと作ろうかなと思っています。でもまさかこんなに船長に書いてほしいという意見が多いと思わなかったんでね。え、挨拶はアホイでいけるかも。確かにね。じゃあ分かった、おはようはアホイ、おやすみは出航で代用してください、キムチ。じゃあ、あと了解、了解があればもうこれで完成か。了解、了解って、了解ってさ、なんて言うかな。かしこまりん、かしこまりんいいやん。かしこまりんいいじゃん。かしこまりんにします。完成しました。いきます。あはーい、出航。ドン、ナイチラカル踏みたい。先行謝罪します。くだたーい、気まずすぎる。ガチ恋と急列車発車。絆を思い出して、分からせたるわ。分からされちゃった。スタジオあるな。収穫ボンバー使われちゃう。若すぎる、壊しちゃった。好きだ、認知してあげない。昔は良かった。ムラムラしてきた。悔い改めよ。これに関してはただついつい許さんからね。かしこまりん。あ、これ使いやすそうじゃん。いけるな、これ。きた。これでいきましょう。半分使い道なくてくさ。あるって、めっちゃめっちゃあるだろう。どれ、ど、白角ボンバー使いにくすぎる。例えば、どんな時かというと、じゃあ、浮気を疑われた時などに、白角ボンバーと自分を擁護するなど。あと、どういう時使えるかな。犯人探しなどが始まった時に、白角ボンバーなど。友達おらんのよ。友達おらん場合は、白角ボンバー以外も全て使い道がないということになるので、これは関係ないですね。疑ってくれる人がいない。あ、なるほど。じゃあ、疑われないなら自分に向けて白角ボンバーを出す。とりあえず。あ、じゃあ相手に向けて白角ボンバーを出す。自分が疑われないなら相手に白角を出す。はい、ということでね、まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。くー、はい、明日はフレアが来るので、まあなんかどっちかの枠で、まあもしかして両方の枠でなんかするかもしれないけど、まあ何らかやろうと思いまーす。ちょっと近寄ってみた。収穫ボンバーだるいんだが。やめろ、ペコラちゃん、やめてください。ペコラちゃんになるのやめてください、君たち。はい、じゃあまあぬるっとぬるっとスパチャー読んで今日は終わりにしようかなと思います。もうちょっと近寄って、これ以上か。ちょっと待って、あ、ここが限界。これ以上近寄るのは不可能です。あ、ちょっとなんか固まる。ここが限界ですね。ぬい。ウィンク。はい。